リロイ・サムゼはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1904年セントルイスオリンピックに参加して棒高跳びで銀メダルを獲得した。リロイ・サムゼはインディアナ大学で陸上競技の他にタンブリングや平行棒などの体操競技に取り組み、陸上競技ではいくつか学校記録を更新している。彼は1904年に開催された セントルイスオリンピックの棒高飛び競技に出場した。9月3日に決勝のみで行われた棒高飛びには地元アメリカ合衆国の選手6人とドイツからの選手1人の合計7名の選手が出場した。アメリカ代表のチャールズ・ドボラクが当時のオリンピック記録3メートル5 0ンチで金メダルを獲得し、サムゼを含めた4人が3 m 3 5ンチで2位につけ、 準備決定戦が行われた。決定戦の結果、サムゼが銀メダルを獲得することになった。サムゼにはサーカス団からの誘いがたくさんあったが、彼はその申し出をすべて断った。彼は高校の教師となり、インディアナ大学でコーチに就任した。後にサムゼと妻はロサンゼルスに引っ越して、彼は教職の傍らボードビルに出演することになった。 インディアナ大学は2009年に、リロイ・サムゼ招待競技会を初めて開催した。この競技会は、非公式なもので、出場選手たちは、サムゼの時代の棒高飛び選手たちが使用していたのと、同様な弾力性のない棒を使うことを義務付けられた。競技会での女子優勝者の記録は9フィート、男子優勝者の記録は12フィートで、 いずれもサムゼの当時出した記録に及ばなかった。なお、サムゼは、幼少時の事故によって、片目の視力を失っていた。アスレチックスアットザ1904ストリート、ルイスサマーゲームズ、メンズポールボールターカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン、2.743メートル。3.6576メートル。ありがとうございます。